ちゃんと会ったんだよ。案件だからね。車で行ったんだけど、タクシーさんでね。そ、道がめっちゃ混んでてさ、ちょっと遅れちまったの、到着。マリンよりも遅れて入ったのよ。そしたらさ、待機場所待合室でさ、入ったのにさ、マリンさんのマネージャーさんしかいなくて、あれみたいな。あ、マリンさんはみたいな。ああ、ちょ、マリンさん、どっかに行っちゃったんですよって。え、どっかに行っちゃった、そんなことありますみたいな。え、どっかに行っちゃったんですかみたいな。え、どこに行ったんですか、いや、わかんないね。どっかに行っちゃったんで。って。え、何言ってるのみたいな。土地狂ったんかとか思ってさ、アミが。それで、なんか、上着とか置いて、で、なんか、その、後ろ見てくださいって、呼び刺されて、後ろこう、パンって見たら、なんか、ホワイトモードに、たい焼きとポテトを用意してありますって、書いてあって、え、ミコとマリンさんが好きなものを、ちゃんと用意してくださってるんですかみたいな。そんな、なんか、チェックしていただいて、もう、ありがてえな、つって、すごいな、みたいな。逆にもう、すごすぎる、その準備の良さは。たい焼きもらっちゃっていいんですかみたいな。もう、感激してたらさ、足元にすげえ違和感感じて、みたいな。なんか、猫の筋肉が、キューってどうにかなっちゃったのかなって。なんか感覚がね、猫の左足首が、なんか、ゾワーってしたの。え、なにって思ったら、マリンさんが、机の下からぬるっと出てきて、びっくりしましたって。足首つかまれてたの怖くない？マジで？どこ、ドッキリみたいな。ぬるっと、マリンがさ、なんか会議室の机の下にさ、潜んでてさ、みんなこの足首を掴んできたっていうね、ホラー体験だね、これはもう。もうホラーのそれよ。ガチで叫んじまったの、目が。